えー、皆様こんにちは、うん、マーケットアナライズう柿講習、えー、いよいよ4日目を迎えました投資の力倍増アナライズう生まれて初めて株を買う、うん、緊張の夏日本株の夏、えー、ラジオ日経の蒲田慎一さんとお<ー>今日もうお送りいたしますどうぞよろしくお願いします今日が最終日ですかはい気合を入れていきましょうかいや昨日の黒瀬さんのお話も,もーー奥が深かったですね <laughs> ファンドマネージャー兼ストラテジストすごい大変なお仕事をされているなというに思いますが今日はこの「Howlong」「ホワイ」「ホワット」「フェン」について「How」「どのぐらい長く」「くいくらぐらいまで」グラフにすると横軸が時間で縦軸が値段だったりしますが。 縦でも横でもどのあたりまでというようなイメージでどのぐらいまで保有するのかどのぐらいの金額までというような感じであるいはもう4日目ですから一応、日があが最終日ということになりますのでもう何でもかんでも何でもありのようなお話であ今日話題として取り上げてみたいなと思いながら私がラフにメモったものは大体こんなような感じなんですけど例えばですね まあ上から2番目どのくらいの期間を保有すればいいのか売りの判断はどうするこれなんです売り買いではなく売りです売りの判断というのは、ね、保有している株を売却するという信用取引の空売りではありません、うん、ええ売却するにはどういう基準というか、うん、な何かご意見ありますかこれですね、ええ、合理的な考え方で言えばですね、えー、今持っている株があるわけですよね。でその株が あ、百万円の価値があるとしますよね。千円で百株持っている。で、千円で百株持っているその株は、千円の価値で、百万円の価値なんですね。千で百株で10、十万円。いや、千円で百株で十万円。十 <laughs> 万,万円の価値で、十万円の価値。はい、で、合理的な考え方で言えば、その株を,を売って、もっと買いたい十万円の株があるのであれば、それを 買えばいい、えー、上場している会社の中で自分が一番保有したい会社それにお金を持っていけばいいというのがこれは理屈の上では合理的な考え方になりますよね。なりますだって持ってて持る株は別に 必ず持ってなななきゃいけないいけけわでは前も申し上げましたけど<え>株主っていうのは売ることができる、ね、<laughs> 売ってすぐに株主を辞めることができるというのがこれ株主の権利ですよねそうすると、えー、今この,もうこの価値しかないんだからその価値でも違うもっと有望なものを買えるんであればそれを買えればいいじゃないですか。だからなんか昔ね僕ですごい へそ曲がりの時がありまして、ね、今もちょっとあれですけど。<laughs> よくまあ、なんか昔はほら雑誌とかで投資相談とかあったじゃないですか。<laughs> こういう時どうしたらいいんですか。株を、えー、いくら買い値、ね、いくらで。ええー、五千株保有。処置方法をとか、なんか、そういう投資相談で、ね、いろんな雑誌、マネ雑誌とかであったじゃないですか。その答えっていうのは。僕は。これ一つしかないと思ってた。その株を。 売って他の株を同じ金額で買いたいそっちの方がいいのであればそれを買いなさいという。<laughs> <laughs> あるいは株式評論家でしたら、はい、私の推奨するこの株が一番いいですよと、その株全部売りなさい。私の推奨するこの株を買いなさい。それが株主株式評論家としての答えじゃないかというようなちょっと意地悪な考えを思えった、ね。<laughs> 意地悪ことだったね。あの昔その昔 <laughs> えちょっとえあのえちょっとが、ね、どうですかこれは売りの判断売りにも二つあるんですよあのまあ買って値上がりしている時の売りと。うんうんうん で、しばらくしたら、値下がりしてしまっている時に。売らなしゃいけないかどうかっていう、この、この二つがあると思うんですよね。うん、で、売りの判断、まず、値上がりしている時に、売るのは。あの、私は、まあ、一般論として、常に申し上げる20、二十パーセント値上がりしたら。売ったらいいんじゃないかなって、私は、あの、いう、申し上げるようにしてますね。いや、うん、二十パーセントです。二大体一つの目処ですね。はい。千円で買って、千二百円ぐらい。 人一回のあの売却のめどというような形なんですね。はい、で、あのここにもあるんです、ね、馬が、天場がいわゆる10倍銘柄、10倍銘柄にはどういうふうに近づけばいいか聞きましたが、しかし20%が上がった時に売っていたら、なかなか天場側なんて得られないじゃないか。い無理ですね。あのー、まあ理想は10倍になるのが理想なんだけどですけど、2倍ぐらいでだいたい もう、ね、買い値から2倍になるとよっぽど企業が買ってる企業が変わらなければなんか保有し続けるのが難しくなるような気もするんですけれども、ね。 考えるまあ売るかどうかと思うです考えるそこで考えるもうじゃあここで売ろうと一回ここで決める、うん、決めてもう一回まっさらで考え直すんですよこっからさらにもう次の2割が取れるかどうか状況を見ながら考えてみてでいけると思ったらそのままホールド保有し続けるいやまあまあこれでちょっともういいだろうあるいはカムさんのようにこれ2割上がったんで売って A から B に乗り換えるなんかもう一つ買いたい銘柄が出てきたという時は2割上がったら売ればよいとうん、うん、そ,それの繰り返しのような気がするんですがそれでそうするとですねあの僕昔言われたことがあるんですけど2割上がって次の銘柄に行って2割上がって次の銘柄に行くとだん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 投資する株の質が下がってきたりしませんかね。やっぱり最初に選んだ株が えこれがいいなと思った株が一番いい株でそれが2割上がったから売ってまた違う銘柄に行くとなるとねだん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 2番手3番手ですとか質が下がっていくというようなことはこれは理屈の上ではありえませんかねそれがないようにすればいいわけです。 初めて株を買う日本株の緊張の夏で初めて株を買う方に向けて、うん、なんか今申し上げているようなところも、えー、まあ自分の言い訳のようになっちゃい,はい、はい、しまうんですけどね一回2割ぐらいで確定しておいたらどうですかという 2> 2ね。それで僕の投資の後理想みたいなのを申し上げますとまあ1割あの例えば最初にまあ できれば複数株500株ぐらい買うとで100株分は1割でもう100株は2割上がってもう1つは3割もう1つは4割というような形で売却して例えば、えー、投資金額の50万円で500株買ったそれがとでの400株売却して もう50万円の元では稼ぐことができた残りの100株はただである、うん、こんな発想昔した人がいますよねこれね。昔例えば あの買った株を売ってその売った株ののがもう元本を全部回収してるんで残った100株っていうのはただなんだからこれをずっと持ち続けるですとかねもう忘れてもいいぐらいにずっと永久に持ち続けると <laughs> そういう発想っていうのはあの一つの考え方としてありますよね,れすねこれはだから残った100株っていうのは何が起こってもえずっと持ち続けるんですよね。 え残ったのはたった100株だからまあいいかとか言って売っちゃったりとかすることもあるんですけど <laughs> <laughs> まあいろいろこれ正しいスタイルがあるわけじゃないんでねもういろいろ考えてみる余地はいろいろありますよね。ねで,でそもそもの質問の形で書ってきたこの売りの判断をどうするかってこれはこれもう株式投資をする上でもっと とも難しい質問なんですよ買いはどうするかっていうのはまあ比較的答えやすかったり自分の中で回答を見つけやすいんですが売りをどうするかっていうのは多分これ永遠に答えは出てこないだから自分のその鈴木さんがおっしゃられたような2割上がったら売るとか一つの哲学を持つっていうのはいいかもしれませんねあ,あるいはこの 企業のファンダメンタルズで考えれば投資する際に配当利回り3%以上の会社に投資しその株が上がって配当利回りが1.5%まで低下したらもうこれは1回株を売却するですとかね<ー>一つの,その方針を決めるというのがいいかもしれませんね。そのの通りですねであの今のは利益がが乗った2割上がったた割上ら、うん、ロスカット 損が出てしまった時にも企業との,あの状態でその金額で他の株が買いたければ売却するっていうようなことになって私自身はですね買い値から2割下がったらロスカットを絶対した方がいいですとかそういう考え方は私は あの持たない方がいいんじゃないのかなと思います。うんうん、でも多くの方々、あプロと称される方々は株式投資というのはロスカットが大事だよということを話としてする人は結構いらっしゃいますよね。そうですね。僕はあれはあの証券会社の現役の方がそういう話をすることが多いと思うんですよね。 あの資金の効率的な運用を考えたらまあ買い値から2割下がったような株はあのなかなか戻りにくいだろうから下がった株っていうのは動きが当面悪くなりそうだから乗り換えた方がいいよというのはやっぱりこれ証券会社の発想なんじゃないのかなというふうに思います。あのねロスカットをやって 常にそのお金を有効に生かすというのは合理的な考え方ではあるんですけれども実際の場合はその下がったところで買いますというようなことも僕は選択肢として指定すべきではないんじゃないかと思いますけど、ね、あの例えば、まあ、一番最近があの意外とこう株価がしっかりしているのであまり例がないんですがただ一つこの、かつてのマザーズ市場 うん、去年、おとし2020年の,あのパンデミックのコロナウイルスがぐわっと拡大したときに利益を上げている会社がすごく少なくなってしまってだけど、うん、マザーズ上場の中のごく一部の企業はその e コマースの支援であったり遠隔オンライン診療をやっている企業だったり、うん、そ,そういう企業がマザーズにしか当時は上場しなかったのでそういう限られた銘柄だけが爆発的に上がったことがあった。 コロナの年2020年の10月ぐらいまでにあっという間に5倍、10倍になった銘柄が出てきたのにあそこでピークを打ってしまって、うん、そこからはまた新しい日常に戻って、うん、それが忘れられてしまった、うん、売り上げが急に悪化して、えー、売り上げは伸びるんですけど利益が伸びなくなってしまった株価がピークから3分の1とか5分の1になってしまうということが一番最近起こったんですよね。うん、あの過程をどうこの くき切り抜けるか、うん、あるいはどのように対処したらいいかってやっぱり自分私自身も随分、まあ、お問い合わせもいただいたり、うん、あるいは自分自身でもこれはどう処理すべきかなというふうに考えたんですけどねやっぱりあそこではそのロスカットは必要だったんだろうなとそれで、うん、高い PER の会社はやはり冷静に考えて、えー、投資する今の時価時価に対して利益っていうのが 何年分まで買われているかっていうようなことで例えば100年分の利益まで買われている株だとそれってこれから先5年間に急成長したとしてもその分の利益っていったものが株価にもうすでに織り込まれてるっていうような計算になりますよね、うん、だからやっぱりね、極めて高い PER 水準になった会社というのは まあ売り上がりっていうんでしょうかね。そういった発想を聞かすっていうことは必要になるんでしょうね。そうですね。ねあのまあそのまずまず当時の2020年の夏から秋にかけてのまあ当時のマザーズ市場の大相場、うん、あそこで、まあ、かなり利益が出た人に限って。 やっぱり最後まで追いかけてしまってその前の利益をかなり吐き出してしまったというような詐欺がその後に訪れましたけどね今少しずつ底入れしている感じが出てきていますがやっぱりその過程ではロスカットではありませんがどこかの売りの判断というのは必要でやっぱりそうするとテクニカルチャートばかりではなくそ,それこそ、まあ、これ1日目2日目に戻ってしまうんですが企業の決算短信であったりバランスシートであったり,やっぱりファンダメンタル分析をもう一度 あそこは徹底してやっぱりどこかで売らなくちゃならないときはきっと訪れるでしょうね,うね、ええ。という気がします。それから、まあ、じゃあこの天馬川に近づくにはどうしたらいいかとか、うん、あのさっきの話の,あの裏返しになってしまうんですが、うん、これいい知恵ありますか,何かこれはあのできる限り。えー たくさんの株を持つぐらいののたくさんの株っていうのはその株を複数株例えば100株単位の株を1,000株ぐらい持つっていうようなことそのぐらいのことができないとちょっと天場があって難しいと思うんですね。要は複数株株持持たないと100株だけ持って それを十倍まで持ち続けるって、僕ちょっと不可能なんじゃないかと思うんですよ。うんうん、その株しかないわけでしょう、百株しか。やっぱりテンバガーを実現するためには。ところどころで利益を確定して。それで利益を回収した後に。残った百株。これでテンバガーを。 実現するっていうのが現実的な考えなんじゃないですかね。そうですね。百株でも千株でも買って十倍になるまで一株たりとも売らないっていうそれは僕はするべきではないんじゃないかと思いますよ。それは。うん あのまあ、これまた蒸し返しになってしまうんですがやっぱりこれもリサーチですねあの企業を調べて私の場合はあのピーター・リンチが「あの株で勝つとかご本の中で書いてますようにあの10%から15%ないしは15ないし20%ぐらい利益、経常利益、営業利益が伸びている会社は やっぱり2、3年そのまま続くと株価というのは大体3倍ぐらいになるんですよね、そういうふういに日本でもそうです、アメリカでもそうです、でそれをもう3年というか3、うん3倍、3倍、で、うん、まあラフにまあ10倍ということですかセ15%ないし20%ぐらいの,その売り上げ、利益成長の会社を見つけるっていうのが私の中でのこの天馬川に近づいていくっていう一つの方策のような気がするんですよね。 あとはあの大きいテーマ大きいテーマに乗るような小型株というんでしょうかねあの大きいテーマメタバース<あ>電気自動車、はいえー、あるいは食料危機器でも環境問題でも何かしらの大きいテーマに乗るような、えー、小型株。 こういう会社などが一つの候補なんでしょうかねう10倍の株価になるようなや,やっぱりあのテーマ、うん、相場物色テーマというのは大事ですね1日目のお話に戻ってしまいますけどねそうですね、うん、それで、うんね、10倍になるにはやっぱり長い,長い少し長めの時間も必要になってきます,から、ね、かかます3年5年かかりますね通常ではですね、うん、さてでは4日目最終日の鎌田さんの銘柄これは 50万円以上100万円未満というような観点で、えー、これ100万円にそんなに近くないですねどちらかというと50万円に近いような株で、えー、タ,イヤタイヤの会社ってなんかあの株価割に強くなりましたね。原材料が安くなって で原材料が高い時にタイヤの会社ってすごく収益が圧迫されたんですよね。で今原材料が安くなるっていうような部分が関心を呼んでいる業態でありますよねタイヤのメーカーは。それからあのやっぱり環境技術ですとかあの半導体の仕事などをやっているエバラっていう会社それからあの東京会場これはリスクヘッジ。 えー、アメリカの長期金利上昇ですとかそういったことに対するリスクヘッジ、えー、仮にじわ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 世界の金利が上昇していくというような状況になった時にそのじわ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 の金利上昇がメリットになるようなそういった長期運用をするような会社がこれは東京会場ですよね。その意味で あの金利上昇に対するリスクッジというような観点でですねあのこちらに選ばせていただきましたで、ここに選んでる会社っていうのはですね一つのスクリーニングみたいなものをやってあの3%以上の配当利回りのあるような会社でそれで時価総額が1,000億円以上あるような企業こういうスクリーニングですとかっていうのをやると この4日間通してそういういだから3%以上の配当利回りで時価、えー、総額がある,、ね、ある一定以上あるという会社今だからどうやって株を選ぶのかっていうのが今回のテーマの中で2日目でありましたけどやはり。 すごく今便利な部分は、えー、私の35年前の大学を出た時っていうのは相場欄を見て会社指揮法を見てそれでこの株の PER は何倍なんだろうというのを一つ一つチェックすることが必要だったんですよ35年前はですね。ででも今はインターネットで スクリーニングできますからねそれで予想配当利回り3%以上とかいや俺は2%以上でいいよとか自価総額はやっぱり、えー、1,500億円以上がいいとかいやいや私は小型株が好きだから800億円以下でスクリーニングしようですとかそういったことであの 銘柄を絞っていくっていうのは実践的な考え方になるんじゃないでしょうかね。できますよね。うん、スクリーニングはまた多分別の機会に別の <laughs> コーナーを設けてやってみたいなというふうに思ったりなんかするんですが、スクリーニングで今鎌田さんおっしゃる難しいのはスクリーニング難しいのは例えばハイドリバリーに3%以上にしよう、時価総額1000億円以上にしようというそ,その フィルターを選ぶのが一番肝だったりすするんですよねどういう時にどういうフィルターを使ってスクリーンをかけるかっていうのはまたその別の機会にじっくり考えなきゃいけないななんていうふうに思うんですが、えっと、ありがとうございます私は最後は<ぁ>三井科学、うんまあ、私の最も愛する銘柄の一つでもありまして <laughs>、まあ、あの先ほど、えー、と前日まで、えー、あのそのハイデイ日高サイゼリア それから、えー、吉野家ホールディングスというどちらかというと身近な、えー、あの足を運べばそこにお店があるという形で選んでみましたこ三井科学は簡単にはこの会社がどういう企業かなかなかイメージできないという、うんまあ、化学会社ですね、うん、石油化学の会社ですだから私たちが普通に着ているこういうスーツだったりパソコンだったりいろんなところに三井科学の,その原料、うん、素材が使われているだけど直接これがそうだよって指さして示すことはなかなかできない。 ただその日経平均がこう大きく動くという時にえあのこ,うこういうグラフが出ますが。 日経金大体1万円割れから3万円ぐらいまで3倍ぐらいにこれでなるわけですけど同じ時期に三井価格は5倍とか8倍ぐらいまでいきますので同じような波動を描くんですけどね、うん、そのこういう銘柄もあのな馴染みはないんですが、まあ、経済動向景気動向に非常に連動しやすいという点では、うんうん 見ておきたいなという銘柄ではございますね。自動車関連のね、あのバンパーだとかに強い会社ですね。あ,すあの化学素材でね。プラスチックが今やね、うん、自動車の一番そう、ね、ショックを吸収するバンパーに使われたりなんかします。カマ、うんえー、さん、四日間お付き合いくださいましてありがとうございました。うん、こちらもとても楽しかったです。とても勉強になりました。あのええこちらでお送りいたしました。ええ、投資の力倍増アナライズカマさんまた。 こういう機会をぜひまたどこかで設けてみたいですねまあ楽しみにしておりますぜひお呼びくださいかき講師の後は今度冬、冬季講師の後でいいですね <laughs> あどうもありがとうございましたありがとうございました続きまして友谷黒瀬光一さんにお越しいただいてお話を伺います 改めまして理想のアセットマネジメントチーフストラテジストでいらっしゃいます黒瀬光一さんですどうぞはいよろしくお願いしますあのこのこ非常にこの投資を行う上で難しいのがやっぱり為替なんですね私も未だに分からないことがたくさんあるんですがこのあたりこのえストラテジスト、うん、あるいはファンドマネージャーとして黒瀬さんはどういうお考えでいらっしゃるか、はい、そのあたりをお聞かせいただけますかはい今日これテーマハウロングということなんですけれどもはい あのー、このね日本経済がどうなるかというのは実はもう大きな国際的な枠組みで決まってる部分があると思うんですで簡単に言うと終戦から1990年までは東西冷戦の時代、うん、でこの時代っていうのは日本は、えー、東西冷戦で米ソが争ってるわけですよねで米ソで日本はアメリカから見ると最も防波堤として守らないといけない国だったわけなんです で、それで守ってもらえたっていうのが、戦後の発展という意味では、僕はもう極めて大きかったというふうに思います。うん、あのこれ、2つ意味があって1つはですね。非常に円安にしてもらえたっていうのは、まず1つもう1つは例えばえ永、ー、久戦犯の判決を受けた人たちがですね。日本経済の復興のために、こうまた公職にこう戻ってきたわけですよね。まあ、こういうことはですね。普通に考えて今、今あのなかなか難しいと思います。 えー、そういうまあ優遇措置を日本は受けられて非常に良くなったというふうに思うんですでところが90年ソ連が崩壊して、えー、アメリカから見ると敵がいなくなったそうするとですね、まあ、これあ,のあんまり大きな声で言わない方がもいいかもしれませんけれどもアメリカの日本叩きが始まったんですよねで、えーまあ、日本はもう守る必要はないともうこの国はむしろアメリカのこの軍事力を利用してぬくぬくと一人でいい思いしてたと。 いうようよな目で見られれれたたとと思思いますすそでで叩かれたと思うんですよねんで非常に苦しい円高の時代が今度は来たんですけれども逆に2010年ぐらいからアメリカから今度は中国を敵視しだしたんですうん、うん、でそうすると今度はですねまた日本が、えー、守らないといけない味方に変わってきたと思うんですでそれが実は為替相場に強く出ていまして<ー>、えー、これ戦後の為替相場なんですけれども、まあ、80年以降です。はい えー、70年代最初に固定相場から変動相場に移行してでこの85年がプラザ合意なんですけれどもこの辺までずっと、まあ、日本は守ってもらえたんですよね240円とか50円ですもんね。はい、でここで日本は貿易黒字をため込んで非常にこの省エネなんかの技術でえうまくいって、えー、世界に冠たる工業国になったということなんです。でとこころがまあこの頃から少しずつ アメリカが日本を敵視しだして90年頃ソ連が崩壊してからもうそのあとはですねここで日本は非常にこの産業が既存してバブルになってもっと悪くなったところが2010年ぐらいからですねあのアメリカが中国を敵視してはっきり出たのは2012年から安倍第二次政権が始まったんですけれども この頃からもう日米ははもう一回日日米米同盟新時代に入っったと思いますすこれ為替きり出てるんですよね蜜月だったアメリカに敵視されて円高になった日米新時代でもう一回円安になった、まあ、私はこの為替相場っていうのは非常に大事で、えー、こういう形で日米がもう一回新しい時代に入っていくでこの為替についてですねもう一つ付け加えて言うとですね あの安全保障サークルの人たちの中にはアメリカにとっての一番の脅威はえ台湾が本当に中国に接収されることだそうすると半導体が入ってこないなかったらもう武器一切作れなくなるということなんです。でそれだったらですねもともと半導体は日本が一番世界のトップだった。台湾かからら韓国から日本に戻すのが アメリカにとって一番安全保障に立ってたまになるという見方さえあるんですんですので私はこの為替相場は国際的な大きな政治の力学で決まるという意味ではもう円高には戻らないとまあ若干の戻りはあると思いますまあ戻ることはあんまりないかなというふうに思いますこのグラフには青い折れ線の他にオレンジの折れ線がもう一本ありますね<え>、うん、この青い線は実際の円ドル相場、うん、でかつこのオレンジの線は えこれは IMF が出している購買力平価と言いましてえ実際のですね相場とは別にこれが円ドル相場の公平な水準だっていう試算なんですでこれはまああの国際機関ですのでだいたいまあ中立な立場から公平に見てると見ていいと思いますそれで見てまあこういう動きになってきたということです円安円高円安ということですでこれをですね。 どのぐらいじゃあ円安円高だったのかという数字で見るとこれがあの黄色と青の距離なんですけれどもパーセンテージで表すとここが円安85年プラザ合意で円高になりましたでアメリカに非常に日本叩きされた時には厳しい50%ぐらいの円高になりましたでえここら辺で逆転してこれちょうどですね アベノミクスが始まった時期が1ドル80円でしたので、うん、そこからしばらく経ってからです。2012年後半から、うん、そうですね。うん、で、ここは円安になりました。ただ直近はこれ購買力平価は90約99円なんです。うん、1ページ戻しますね。はい。こちら、ね、これ99円なんです。はい、で、直近のこの、えー、少し前までは1ドル139円なんて時代がありました。で、それはさすがに次のグラフで見ていただくとこれ 40ぐらい行ったんですね、うん、もう過去にない円高水準<ー>で相当な異常な円日本叩きでもここだったんです、うん、でそれ考えると私はそれ行き過ぎ感があって円安ははい、うん、で今のはアメリカの長期金利が下がってくることで円安に歯止めがかかったというのはこれは長期的に見て円安は一旦は止まったかなというふうに思います。うん、まあこのの若干の戻しはあってもですねあの 激しい円高とかですねそれはもう考える必要はないかなというふうに思います、うん、あのもうすでに、まあ、2晩、2夜にまたがって黒田さんのお話を伺ってますと非常にこの歴史というものを大事にされて過去どうだったかそれを現在ないし未来に当てはめていくというお考えを黒田さんはうーーお好きで世の中何でもそうなんですけど将来何が起こるかというのはですね昔どこで何が起きたか。 同じじ条件が揃った時探そうじゃないかいいう発想なんですよねんあのいろんなものがいろんなファクター要因を与えますけれども僕はそういうその同じ条件が揃ったら何が起きるかっていうので考えたらいいんじゃないかというふうに思いますなるほどあのここに少し書いておきましたが黒瀬さんが今日お越しいただくというので私も鴨さんもこう何か黒瀬さんにお聞きしたいなとい秘密黒瀬さんの頭の中身をこう探る秘密として世の中をどのように捉えていくか。 変化をどう見つけていくか、ストラテジストとして、ファンドマネージャーとして、このあたりはまさに一つがその先ほどから出てます歴史と現在との対比ということになりますね。あの先ほどの話からいくと、じゃあ過去のパターンが引き延ばせるんだったら、それを全部学べば将来当たるのかというとそうじゃないっていうのがこれ相場の難しいところなんですよね。であの、えー、この世の中の変化をどう捉えるかっていうところなんですけれども。 まあ私はこれ一言で言うとですね、あのー、人間ににはこの感性というものがあって、その感性で物事を捉えていくっていうことじゃないかと思うんです。あ,<ー>であのさっきから私がずっと言ってるのは論理的な思考なんですよね。で論理的な思考っていうのはあのー、左脳が司っているというふうに言われます。頭の中のそうです、ね、左側。はいはい。はい、でこれあの論理とか言語を司っているのがそっち側なんです。でそれに対してこの右脳はですね。右側 はい、全く違うもので人間の社会それから生活というのはこの2つのバランスが取れることでこう成り立つわけなんですよね。うんうん、でところがこの「右脳はですね「左能」ばっかりで普通の人は生活してますから現代人は、うん、どうしてもこれ退化していくんですで。これが退化していくと こう感が鈍っててくるるんんですよねももう見えてるもんだあなた見えてるでしょって言ってもいやちょっと頭の中考え違うことしか考えてて見えませんでしたとかと <laughs> これはもう本当によくあることでまあ僕はあのなるべくこう頭をですねこう白い状態にして何でも素直に受け入れるとで受け入れることで、えー、逆にこう見えないものが見える力が身につくんじゃないかというふうに思うんです。 黒瀬さんはあのいろんなところを拝見フェイスブックと拝見したりしますとこの美術とか音楽とかに大変造形が深くていらっしゃすすねねそうです、ねはい、僕は,あの音楽はクラシック音楽が好きなんですけれども、まあ、自分の人生を振り返ってもです、ね、こうパフォーマンスがいい時期っていうのはです、ね、極めてクラシック音楽をよく聴いていて頭の中がもう乗ってるわけなんですよね。こ、うん、<laughs> こういう時っていういいい時のののはもうあのこの話聞いたら多くの方が あ、俺もあの時そうだったとかですね。ピンとくんじゃないかというふうに思います。<ー>えー、そういう調子がいい時っていうのはこう人によってどういうふうに引き出すかっていうやり方違うと思うんですけれども、まあ、僕の場合にはクラシック音楽ともう一つはコットインが好きなんですよね。 です最近の具体的な事例を実際に取り上げてなんて、えー、か書いてしまいましたが具体的なものって何か今日あのお持ちいただいたり、えー、あの実例かなか、はいうんかこれは最近というよりも,もっと長い話になっちゃうんですけれども、はい、あの日本が開国した後に日清日露戦争に勝つほど工業化に成功したのはです、ね、貿易黒字で武器が変えたんですよね。では貿易黒字って何,買った何輸出したのかとというと ととお茶とキートだったんです、うん、でそのぐらい日本のこの供を私一つだけ持ってきたんですけれども<ー>これがまあ日本の陶磁器なんですよねこれまあ明治期のものでこういうものを輸出した代金で武器を買ってそれで日清日露戦争を勝ったんですでそのぐらい工業国の、A、当時のヨーロッパから見てもですね日本のこの陶磁器っていうのはもうすさまじい技術がこう含まれていたわけなんです。でそれが今現在も例えば日本外資とかセラとかか ああいうう会社のこの技術の元になってると思うんですよねセラミック。その意味で私はあの日本の,その文化の力というのはやっぱり大きくてこういうその文化の力が、えー、回り回って工業の力になっていく、まあ、そこはですねあの趣味も実利もそれから世の中をどう見るかという観点どこから見てもです、ね、私はそういうあの一つ掘り下げて。 そこ、歴史がどこでつながっているのかと。うん、まあ、これ、あの、えー、よくあのシステム思考というふうに言います。氷山モデルって言うんですけれども、あの氷山があって、氷の上に浮かんでますと。で、そこだけ見るよりもですね、その下に大きなものがあるんですよね。うん、あの日清日露戦争を勝ったっていうのはあったと。で、下には陶磁器の輸出があったと。で、そこにはもっと深い日本の文化芸術がこうあったわけなんです。なので、ここを生かして。 また産業が発展しているというのはこれあるわけなので、うん、私はそういう,こう幅広く見ていくとまあ世の中面白いしですね、うん。あの特にこう株式を新たに始められる方という意味で言うと僕はあの正しい相場観は正しい時代認識というこれをですねもう常に一番頭にててっぺんに置いいものを見ています、うん、なるほどそのための骨董品美術であり の音楽クラシックであるということで、ね、そういう形で、うん、右脳を生かし<ー>これだけじゃやっぱりダメなんですよね、うん、あの佐野の論理的な思考も二つバランスよくというのが大事だというふうに思います鎌田さんと黒瀬さんが何かその昔美, <laughs> 美術館でいやさんそれはですね,ですね<え>いろいろ話すと長いんですけれどもね、うん、あの岡山で えー、アナライズのセミナーがあったときにやはり岡山だから前の晩に行きますよね前の日に行くで私はあのいつも電車に乗って端っこに行くということが好きなんですよね <laughs> 終点に行くということがですか<や> <laughs> で岡山で、えー、ここで端っこに行くのはと言って電車に乗って端っこに行きましたら。 とといいいうう駅駅にに着いたんですよその「<laughs> 宇野」という駅に「その宇,野という駅に宇野の港」という部分がありましてそこからそこから出ていった船に、えー、黒瀬さんが乗っていたということを私は後で伺ったんですけれどもね <laughs> あのそういったあのことがございました、ね、そうですね黒,黒瀬さんはその船に乗ってどこを目指したんですかあのそこの港から直島っていう島があるんです。 で、そこは瀬戸内国際芸術祭っていうのの,の会場で。こう島そのものが全体がこう芸術作品で溢れてるんですよね。あの草間彌生のこの赤いかぼちゃとか、でっかいモニュメントがあるんですよ。で、そこをちょっと一回見てみようかなというふうに、思っていったんですけど、非常に良かったですね。あ,<ー>あの、こう。もう本当ね、感性が蘇るっていう感じがします。直島。うん。う黒瀬さんは、その、まあ、芸術の心で。 宇野そして直島まで行ったんですけど私はその端っこまで本州の中の端っこまで <laughs> 電車に乗るのが好きだというちょっと<や>あの違うかもしれませんねでもやっぱり鎌田さんは鎌田さんでその端っこに行ったところでこうねあそれはありますね感性 <laughs> であのうちの,あの息子の中の一人もですね今年、えー、冬にですね 端っっこに行くと言って、えー、根室の方に行ってましたけれどもね <laughs> 冬に根室に行ってどうするんだろうとも思いましたけどやっぱり人間というのは一時期端っこを目指すということもあるんだなと思ったんですけれどもね。うんまあ、そういうのは自分で見つけていくってことでしょうね、うん、この羽毛活性化の方法を。 何かあのもうここから今から新しいテーマでお話が始まりそうな組み行きではございますが、<laughs> でもよくわかりました。右の脳、左の脳、これの組み合わせによって新しいインスピレーションが開かれるということでございますね。すねよくわかりました。ええー、投資の力倍増アナライズ。えー、生まれて初めて株を買う緊張の夏、日本株の夏。えー、黒瀬小一さんを交えてお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 4日間にわたってお送りいたしました緊張の夏日本株の夏でございますが本当に最後までお付き合いくださいましてありがとうございましたあのまだまだ暑い日は続きますがどうぞ皆様お体にはくれぐれもお気をつけて楽しい夏休みをおお過ごしくださいまた番組本編でお目にかかりましょう今回はどうもありがとうございました土曜の朝は資産運用を考える習慣を 多彩なゲストを迎えさまざまな角度から経済を分析マーケットアナライズプラス BS12-12 毎週土曜日朝6時放送